学びの向上クイックリポート。今回は平成29年度全国学力学習状況調査調査結果速報をお伝えします。学びの向上クイックリポート。通称学びの QR とは、動画配信サイトを活用して全国学力学習状況調査、埼玉市学習状況調査に関わる情報を解説付きで配信するものです。 画面にあるような目的で学校やご家庭でご活用ください。全国学力学習状況調査は平成29年4月18日火曜日、埼玉市立の小学校6年生と中学校3年生合わせて約2万600人を対象として今年度国語と算数数学が実施されました。公表結果の変更点は2点です。平成29年度から 文部科学省が各政令指定都市の調査結果を公表するようになりました。また、各都道府県、政令指定都市の強化の平均正当率を整数値で公表するようになりました。それでは調査結果を見ていきます。まずは強化に関する調査についてです。資料1の表は、強化に関する調査の平均正当率の一覧です。 括弧内の数値は、埼玉市と全国の平均正当率を比べたときの差を示しています。また、指定都市の数値は、文部科学省が公表した各指定都市の平均正当率を独自に平均した値で参考として記載しています。こちらの表にあるように、埼玉市は今年度も、小、中学校とも、すべての調査で、全国や県、大都市、 指定都市の平均正当率を上回っています。資料2-1は、小学校における平成27年度から29年度の3年間分の平均正当率を示したものです。小学校においては、全国と比べて A 問題よりも B 問題の方が良好な結果が見られました。資料2-2は、 中学校における平成27年度から29年度の3年間分の平均正答率を示したものです。こちらの表を見ますと、国語では B 問題、数学では A 問題について良好な結果が見られました。資料3は、教科に関する調査の領域等別平均正答率について、市と全国の平均正答率の差を記号で示したものです。 ここで言う領域等とは、各教科の内容を分かりやすく示すため、いくつかの項目に分けたものです。全国の平均正答率と比較し、3ポイント以上上回っている場合は20丸。それ未満は丸。全国の平均より下回っている場合は白三角。3ポイント以上下回っていると黒三角の記号で示しています。小学校算数 A の数量関係の領域に白三角があります。 これが小学校算数 A の課題の一つと考えられます。今後は平均正答率が全国を下回った問題を中心に児童のつまずきを分析していきます。続いて中学校の領域等別平均正答率です。中学校の結果については全ての領域等で全国平均を上回っていることがわかります。資料4は 生活習慣や学習環境等に関する質問視聴査の結果について、平成27年度から平成29年度の3年間分をまとめたものです。本年度は小学校で92項目、中学校で94項目の質問がありましたが、ここでは本市の教育施策等に関わる23項目を取り上げています。水色の部分は全国と比べて肯定的な回答の割合が高かったもの。 オレンジ色の部分は低かったものを示しております。将来に関する意識、学校生活等、自尊意識ともに肯定的な回答の割合が全国や大都市と比較して高いことがわかります。特に物事を最後までやり遂げて嬉しかったことがあるの質問項目について、国立教育政策研究所は学力とのクロス分析において、 教科の平均正答率とと関係が深いい分析しています基本的生活習慣、学習時間等については、全国と比べて肯定的な回答の割合が低い項目もありましたが、昨年度よりも全国平均に近づいてきていることがわかります。続いて、社会に対する興味関心。 学習に対する関心意欲態度についてです。地域や社会で起こっている問題や出来事に関心があるに肯定的な回答の割合は全国と比べて約8ポイントも高いことがわかります。また、授業の内容がよくわかるに肯定的な回答をした割合も全国と比べて高い傾向が見られます。しかし、全国と比べて肯定的な回答の割合が低い項目もありました。 質問項目18はアクティブラーニング。質問項目19は授業スキル。質問項目20は基礎アップに関わりが深い質問項目で、これらは新埼玉市の授業づくりに示された良い授業の4つの因子に関わるものです。特に18のアクティブラーニングに関わりが深い質問項目では、小学校、中学校ともに全国と比べて肯定的な回答の割合が約10ポイント高くなっています。 多くの小中学校において、日々の授業でアクティブラーニングの視点での授業改善が実践されていることがわかります。一方で、地域との関わりに関する項目については、肯定的な回答の割合が全国と比べて低い状況にあり、埼玉市の特徴として見ることができます。これで学びの向上クイックリポートを終わりにします。次回は 全国学力学習状況調査の調査結果の分析について配信を予定しています。次回もぜひご覧ください。